美的集団は中華人民共和国の電気メーカーグループ。エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの生活家電を製造販売している。日本国内では美的、集団、ミディアグループ、マイディアグループと故障が3つに分かれ統一されていない。同族経営であり、2019年のグローバルファミリー企業500社ランキングで36位にランクインしている。 1968年に何通ル県により、淳徳区の街道居民委員会の住民23名が共同で5000元出資し創業。当初の社名は、北校社プラスチック加工組で薬用のガラス瓶とプラスチック製剤。後に自動車のブレーキバルブ、ディーゼルエンジンの製造をした。1980年に電気扇風機の製造を開始し、1981年から美的を 商標登録し、使用し始める。1993年には、新鮮証券取引所に上場。その後、日本の東芝、三洋電機、キャリアなど外資と合弁を組製品の多様化を推進する。白物家電のシェアでは2016年時点で、ハイアールに次ぐ、世界第2位である。1999年には、中国派生名商標に選ばれている。 2007年にはベトナムにて初めて生産拠点を立ち上げ、その後2008年にロシア、2010年にエジプト、2011年にブラジル、アルゼンチン、2012年にインドに生産拠点を立ち上げている。2012年8月27日、創立者のナニトール県が会長を退任し、片広氏派が美的集団会長に就任した。2014年12月14日、 小米鍵は美的集団に12億6千元出資し、発行済み株式総数の1.29%を取得したと明らかにした。なお、美的は2014年4月にアリババと共同でスマートエアコンを発売し、2014年末には共同集団と戦略的協力を展開している。2015年4月13日、美的は東京都内で IH 炊飯器、 カナエニエメガバイトカイ Z4086 のリリース発表を行った。日本ではまず通販サイトで売り出し、家電量販店のラオックスなどでの販売も検討する。2015年中に世界で約10万台の販売を目指す予定。2016年6月30日、美的は同年3月30日に合意していた東芝の創業以来の期間事業である。 白物家電事業の買収を完了した。2016年6月、ロボット世界大手の一つ、空家は美的の買収提案を受け入れ、筆頭株主のホイットと、大株主のフリードヘルムローもすべての保有株を美的に売却し、株式公開買い付けは、同年8月3日に終了して美的は2回の TOB で空家の株を94.55%も取得に成功。 同年8月17日には、ドイツ政府は、買収は安全保障に危険は及ぼさないとして、不介入を表明した。同年12月31日には、アメリカ合衆国政府からも認可されたことで、買収承認手続きを完了した。2015年からは、同じロボット大手の一つ日本の安川電機と二つの合弁会社を持っており、空家買収後も両者は、提携を続け、医療。 介護ロボットの開発や販売で提携している。ありがとうございます。